お待たせいたしました。仕切り直してただいまよりチャレンジ体験教室のラグビーコースを始めてまいります。さあ、皆さん準備はいいですか？でね、こちらの準備がね、すみませんでした。はい、では今日皆さんのコーチを務めてくださる方を紹介いたしましょう。改めまして、元ラグビー日本代表の大畑大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いや、なんか、飛んだ、ね、はい、いきなり、そうですね。まあ、なんか、こういうのもちょっとライブ感あっていいじゃないですか。いいですよね。なんかね、こう、ラグビーとかもそうなんですけど、スポーツって、その時に何が起こったから、じゃあどういうふうにやっていくのかっていうことを自分の中で考えて解決するってすごい大事な能力なんですよね。だから、なんかこう、どうしてもね、まあ僕らの子供の頃っていうのは、押し付けられたりとか、こうしなさい、ああしなさいってこと言われてたけど、やっぱりね、自分でそういう工夫してあげるっていうことはすごく大事だと思うんで、こういった状況の中でね、いや、プラスに捉えてやっていければいいかなと思いますね。この状況もめっちゃポジティブに捉えてくださいました、はい。ありがとうございます。ではその大畑さんのお手本動画を見てみたいと思います。こちらです。皆さん、こんにちは。ラグビー元日本代表の三宅です。本日はラグビーボールを使った、チャレンジを皆さんにしてもらいたいと思います。ラグビーボールがない人は、何でもいいのでボールを一つ用意してください。はい、では早速両足を、肩幅より少し広めに開いて、股の下でボールをキャッチします。その時どちらの手でもいいので片方前片方後ろでボールを持ちましょう。この状態で手を入れ替えて股の下でボールをキャッチします。いかがでしょうか。続いてボールを前後にキャッチしてみましょう。これも股の下を通して、チャレンジしてみてください。ポイントは成功させようと思って力みすぎないことです。リラックスして指先を柔らかくしてボールをキャッチしてみましょう。ぜひ皆さんのチャレンジ待ってます。はい、難易度が高そうですね。そうですね、まあでもね、できるできないというよりもチャレンジすることがすごく大事なんで、はい、だから今日ねやっぱりこうチャレンジということですし、はい、まあ僕も彼とは一緒にプレーしていて日本代表の選手だと思いますし、それでもねこう日々ちゃんとやっていかなきゃできないことなので、まあね、そういったところを、まあ、今日はねいろんなお子さんがチャレンジしてくれると思うので、ぜひちょっとねできないとかできるとかいろんなアドバイスをくれればいいかなと思いますね。はい、じゃあ早速チャレンジ動画を見ていきたいと思います。最初は吉田さなさんからです。吉田さん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、チャレンジしてくれた動画をまずは見てみましょう。8歳です。吉田さなです。いいじゃん、いいじゃん。うん、はい、いいじゃないですか。上手上手。はい、はい、ありがとうございます。一生懸命ね、チャレンジしてました。いやいや、でも上手ですよね、すごい。なんかね、こううまくやろうとかじゃなくて自分の中でできることをやっててもらえる。うん、さあちゃん上手だね。難しかった？難しかった。ありがとうございます。どこが難しかったりとかあった？上手にできたなとか。難しくはなかったです。うん、上手やんね。さっきね、お手本のやつはボールをね空中に浮かしてやったりとかしてたと思うんだけど、今みたいにね自分のできる形でリズムよくやれるってすごく大事なことだから、そうやってね、一つ一つできることを広げていってください。はい。さあ、今日、大畑コーチに見てもらってどうでしたか？楽しかったですか？はい。ラグビーはやったことある？楕円のボールさ、はい、やってるの？今習ってます。はい、今習ってます。どんなとこが楽しい？タグラグビーっていうのをやってて、そのタグを取るのが楽しいです。鬼ごっこみたいなもんね。はい、チャレンジしてくれました吉田さなさん、どうもありがとうございました。またいっぱい遊んで頑張ってください。はい、どうもありがとう。はい、ありがとうございました。
上手ですよね。ね、上手ですね。1年生ですよね。うん、すごい。ね、ラグビーボールも触ったことがある。はい。さあ、続いて行ってみましょう。服部ほのかさんです。はい、服部さん。こんにちは。こんにちは。マイクがオンになってるかな？あ、はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。もうね、今。もうだって、もうだって、ボールくるくる回してるっていうことは、もういっぱいラグビーボール触ったことあるということよね。はい。じゃあ、そのチャレンジ動画を、ね、はい、はい。まずは見てみましょう。2年生服部ほのかです。始めます。わお、お上手。あ、いやチャレンジしてくれましたね、はい、いや上手にできてましたよね、うん、だからこうできてる時ってすごくリズムがいいので、でもちょっとこうリズムが狂っちゃうとね、できなくなったりすると思うけど、あとね、このどこにボールを運ぶのか、だからね、前に行くんだったらちょっと前とか後ろとかって、ちょっとね、こうボールを高さを調節してもらえればもっと上手にできると思います。けどすごくね、姿勢も綺麗だし、うん、ボールの触り方とかボールの投げ方とかってすごい上手だったんで、うん、練習したらどん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 上手くなりますね。はい。さあ、服部さんどうですか？練習したらどんどん上手になるって言ってもらいましたけど。ありがとうございます。やってみて。どう？楕円のボール触ってみて。簡単？難しい。どういうとこ難しい？2個目の前後ろのとこがどう取ればいいのかわからん。ああ、だからね、ちょっと足の幅をね、狭くしたりとか、ちょっと姿勢を低くしたりとか、あとボールを前にね、取るときは体の前に行くじゃない。だからちょっと前目に掘ってあげたりとか、で、後ろに行くときはちょっと後ろに。でも、後ろに掘りすぎるんじゃなくて、ちょっと高さを変えるとか、自分の中で、みんながね、こういう風にしたらできるとかっていうことよりも、自分の中でこうすれば自分の形ができるんだよっていうことを、一生懸命ね、真似して、数多くやったらば、ちゃんとできると思うので、すごく見てたら上手だったのでね、自信持って頑張ってください。はい、はい、力強い肺がね、聞きました ね、はい、やっぱりリラックスすることっていうのも大事。いや、もう大事ですよね。だってもう今日もだってバッチリ決まってますから ね、 ね、 ね。さあ、じゃあこの後もラグビー頑張ってください。服部ほのかさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、続いてです。続いては柳瀬るんさんです。るんさん、はい、兄弟でね、弟参加してくれましたが、まずはるんさんの方、マイクはオンになってますでしょうか？おしゃれなマスクしますよ ね、 ね、はい、答えろよ。こんにちは。おはようございます。こんにちは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 。じゃあ、二人で参加してくれてますが、まずはるんさんの動画を見てみたいと思います。2年生の柳瀬るんです、うん、2年生だ。大きいボール使ってるな。おいけるいける。はい、次お願いします。お母さん、えらいあっさりしてありますね。はい、入っといて。まずね、このやっぱちょっとボールが大きかったっていうこともあると思うんだけど、ちょっとずつちょっとずつね、やっていければいいので、だから初めね、こうボールを右手と左手がちょっとこう右手と左手の前の通し方が分かんなかったりしてたと思うんで、それはいきなりボールを使ってやるとかじゃなくって、まずは手だけでやってみるとかね、交互に手を動かすっていう練習をして、でまずそこの間にボールを置いて、ボールをね、持ち上げるんじゃなくって足元に置いて手だけでやるっていうね。でそこでまずそれを覚える。いきなりお手本のように全部一気にやっちゃうんじゃなくって、
今できることを一つ一つやっていったらば全然できると思うので、片方ができるっていうことは片方も絶対に練習したらできるようになるので、それを継続してやってください、はい、上手です、はい、頑張ります。頑張ります、はい、頑張ってください。やっぱりそのボールのサイズっていうのは体に合ってる、はい、そうですね、体に合ったサイズっていうのはやっぱりこう普段からね、うん、触り慣れてるっていうのもすごく大事だし、やっぱりちょっとまだねその体が大きくないので、まあ、そういったところも含めてちょっとずつね、ちょっとずつそのまあラグビーの試合とかっていうのもジュニアから大人になるまでボールのサイズで変わっていくんですよね。だそういうものも合わせてもらえれば自然とできるようになると思うし、だできるケースをね増やしていってもらえばいいのかなと思いますね。はい、アドバイスどうですか、参考になりましたか、はい、はい、ありがとうございます。マジこれね、大丈夫大丈夫大丈夫、はい、まずはね柳瀬ルンさんの動画を見せていただきました、はい、さあ続いてはウルルさんの方に。あ、お姉ちゃん、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。課題難しかった？難しかったって自分で。難しかった。やめてました。はい。では、どっかで。4年生の柳瀬うるるです。はい。次のやって。上手上手。上手ですよ、ね。しっかりできてます。もうちょっとね、腰を下げてやった方が余裕があると思うので、やっぱりこうね、足のところのスペースが広くあった方が、もう少しボールも動かしやすいと思うので、そのあたりやってもらえればっていうか、もう全然完璧にできてるから、あとはもう数ですよね。慣れ。もうあと数だけですよね。あとね、ほんであの、お姉ちゃんと弟っていうことで、お互いに回数競い合ったりとかね。そういうのをしたら、やっぱりね、こうゲーム感覚で一緒にやるっていうのはすごくね、成長できると思うので、で、お姉ちゃんができてたところを弟のルン君に教えてあげるとかね。こう教えるってすごく大事なんですよ。自分がちゃんとできてるとか、自分がちゃんと理解してないと人には教えれないので、だから、お父さんとかお母さんがね、もうこここうやんって、ついつい言ってしまいがちなんですけど、やっぱりこう兄弟でね、一緒のことやってるってなったら、お姉ちゃんが弟に教えたりとか、で、自分がわからないところがわからないってね、伝えれるってすごい大事なんですよね。だから、そういった感じで、お姉ちゃんと弟で一生懸命お互いコミュニケーション取って、少しずつ少しずつ上達していってもらえればいいかなと思いますね。はい。ね、お休みの日に二人で、楽しくね、できますよね。そうですよね。ウルルさん、どうでしたか、アドバイスは。頑張ります。頑張ります。はい、すごい元気に。ね。頑張ってください。頑張ります。はい、じゃあ、兄弟でね、これからも頑張ってください。柳瀬ウルルさん、ありがとうございました。あ、ありがとうございました。ありがとう。ルンさんも、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。さあ、続いて参りましょう。続いては中村敦樹さんです。こんにちは。はい。さあ、課題に挑戦してもらいましたが、難しかったですか？はい。とても難しかったです。難しかった。じゃあ、早速動画を見てみましょう。なんかでもできてそうな顔しますけどね。全部できた。3年生、中村敦樹です、はい。お、できてるじゃん。おい、手足長いね。おい、いやもうないやん、言うこと。完璧やん。もう最後のポーズまで決まってたやん。結構練習した？うん。出てるよね。だから練習した。10回ぐらい撮影した。なんで？10回ぐらい撮影して、うん。10回目ぐらいに成功しました。すごい。10回であんだけできたん？うん。すごいね。じゃあもっと練習したらもっともっといろんなこと上手くなるよね。うん。やっぱりできたって楽しいよね。嬉しいよね。うん。初めやっぱり難しい時ってさ、失敗したらイライラとかするやんか。うん。でもそれを上手くできるまでやって、できた時ってすごく嬉しいやん。
なんかこれからもね、いろんなこといっぱい挑戦して、ね、自分の中でできたっていうことをいっぱい手応えをつかんでてください。ありがとうございます。はい、この課題はね、完璧にこなして、はい、完璧ですよ。だってね、そう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 。だからこの台のボールっていろんな形で遊べるから、今度はね、友達とこんなことできるんだよとかっていうのをやり合ってもらってもいいし、あとこのボールをね、こういう体に回してもらっても全然いいし、こういうな。かっこいい。ね、これも簡単なんで、だからね、このボールを使うっていうことをね、馴染んでもらえれば、すごくいいと思うので、でまたね、やっぱりこうできた後の最後のあのね、決めポーズ。ね、完璧よね、はい。やっぱあの顔をいっぱい見れるっていうのは、多分隣にいるお母さんも嬉しかったと思うんで、こうやってね、はい、頑張ってくれたらみんながハッピーになるから、これからも頑張ってください。はい、これからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。頑張ります。はい、中村あつきさんです。ありがとうございました。3年生ですよね。ねえ。すごい上手。上手でしたね。はい、さあ、続いてのお友達行ってみましょう。田中ロンさんです。こんにちは。こんにちは。はい。本当にやりたくなかった。難しかったですか？どうでした？まあ、少し難しかった。少し。うん、でもちょっと自信ありげな顔するよね。全員顔で決めんな。じゃあ見てみましょうか。一緒に見ましょう。はい、こちらが動画です。スタート。午後。うまい。上手。最後もね、このボールの回転を自分の中で考えたりとか、あの本当に細かい動画の中で、自分の中ですごく創意工夫してたんで、すごい大事なことですよね。自分の中で考えていろいろできた？まあ少し考えてやってみたりとかした。どの辺が難しかったりしてた？まあ早く、というか、焦って、なんか、まあ、緊張してとか、そういうのでできなかったりした。うん、なほら、すごい、分かんなかった、できなかったことが、ちゃんとこうやって伝えれるってすごい大事だし、だからね、焦ったりとか、ちょっとこう、うまくしようと思うとね、早くスピードアップしようとかってしちゃうやんか。そうじゃなくて、まず一つ一つね、段階を経ていくと、どんどんできることが増えていくので、そうやってね、できたこと、できなかったことっていうのを自分の中でしっかりと、ね、イメージして理解できることってすごく大事なんで、これからもね、本当にそういったことをずっと続けながら、いっぱいいっぱいチャレンジしてください。できる？はい。この課題はできるようになっても、はい、やっぱりずっとやり続けることが重要。そうですね。これね、これができたらもう終わりとかじゃないんだよ。これね、実は、僕もね、その、日本代表の合宿とかのウォーミングアップとか、ちょっとね、この練習前とかにボール遊びとかするの。で、それでこう手の感覚をちょっとね、柔らかくしたりとか、緊張をほぐしたりとかして、で、また周りとのコミュニケーションに使ったりもするので、ぜひね、学校の友達とか、またそうやってこう、なんていうの、自分の中でボール触ってると落ち着くなと思った時に、勉強とかのね、前に少しやってもらって、リラックスしたりとかね、そういうような形でいろんなことに活かしててください。はい。うん、はい。またやってみてください。わかりました。参考にします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。田中ロンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。すごいね、こう、自分がどんなところがうまくいかないかとかまで全部しっかりと、ね。すごいですよね。もうそれがだからやっぱり大事なことですね。はい。さあ、続いては、福島圭介さんです。の、あ、兄弟。こんにちは。福島圭介さんとゆうすけさん。はい。圭介ゆうすけ。なんか漫才師みたいですね。マイクはオンになってますか？こんにちは。こんにちは。はい、聞こえました。さあ、ケイスケさんはどっちかな？ケイスケさん。日々の方です、僕です。はい、日々の方。はい、じゃあ、ケイスケさんの動画をまずは見てみましょう。骨折してたんで、あんまりうまくできませんでした、ね。それでもチャレンジしたの？すごいね。頑張りじゃあ、ちょっと見させてもらうね。はい。できなかった。はい、はい、怪我してたんでしょ、ね、どこで、どんなところができなかったの、怪我したって。どんなところができなかったって、あんまり取れなかった。うん、でも上手にできてたじゃん、その中で。
なんていうか、そのままあのボール投げたら後ろに行っちゃったりして、うん、でそこはね、ボールじゃあこどこに投げたらどこに行くのかなって分かったでしょ、今ので。で、それが自分の中でちょっとずつ調整したらいいからね。そこの感覚だけ、自分の中で、あ、どうしたらどうなるのかな、どうしたらうまくいくのかな、失敗するのかなっていうことをちゃんと理解できてたじゃん。ね、やっぱそういうことすごく大事なんで、で、あんまりね、怪我してるときは、どうしてもこう、怪我しててもやりたいなっていっぱい気持ちが芽生えると思うけど、あんまり無理しないようにしてね。怪我しててさ、はい、何かやったときに、痛いなとか怖いなとかっていう気持ちってやっぱり次につながっちゃったりとかするから、だから自分の中でちょっとね、我慢するぐらい で元気になったらいっぱいいっぱいやったらいいんで、はい、でもね、すごい怪我してる中でも上手にできてたんで、それをね、はい、自分の中で自信持ってやってください。はい。でこれあれやね、弟くんがこんだけ頑張ってたっていうことはお兄ちゃん、ね、さぞかししっかりできてたわけよね、はい、さあ、じゃあゆうすけくん、福島ゆうすけさんの動画を見てみましょう。お兄ちゃんの、お兄ちゃんの、いいやの方がうまい。なんか何あれこれかな、お、いいね、いいね、いいね、お兄ちゃんの課題はあれやね、足長いね足長い、足が長いからちょっとこうボールまでの距離があったりするんで、そこのもうちょっとね、要は横幅に広げたりとか縦幅広げたりとかで、ボールちょっとちっちゃいんで、もう少し大きいボールとかだったらもっと簡単にできたと思うので、だからすごいね、逆に難しいことやってる。うん。だからこの難しいことをできてるっていうことは、もっと大きいボールとか、もうちょっとこうな、幅とかね、自分の手の長さと足の長さとか、体のバランスをうまく、空間の使い方をうまく使えば、もっと簡単にできると思うんで、すごく難しいことを難しくやろうとしてるんで、やっぱこれ多分お兄ちゃんだからかな。弟ができないところをお兄ちゃんがやったれ、みたいな気持ちがあると思うので、やっぱそういった形でね、でもそれでもしっかりできてたんで、だからね、やっぱお兄ちゃんはやっぱりいつまでも弟のね、目標となれるようになってほしいと思うし、すごくね、このお兄ちゃんと弟がこう切磋琢磨してね、頑張り合えるって、ラグビーの世界でも結構あるんですよね。スポーツの世界でもすごく多いんで、だからね、そういった形で、お互いでね、こう、どこができた、できなかったとか、競い合ってもらえればいいのかなと思いますね。ゆうすけさん、どうでした？やってみて。いや、それは難しかったですよ。ちょっとあれやな、難しい年頃になってきたな。でもね、アドバイスもらって、またチャレンジしてみてくださいね。はい。上手やったよ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。福島圭介さんと祐介さんの兄弟で、ね、参加してくれました、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。いいですね、兄弟で、ね、いいですね、男の子で、またこう6年生ですよ ね、まあ難しくなってくる年頃の中こうやってね、ちゃんと動画も出してくれて嬉しいですね、嬉しいですね、はい、さあ続いては小田泰二郎さんです。こんにちは。もうなんかめっちゃ気合入ってるやん。参加してくれました。ラグビースクールのユニフォーム、はい。今日練習ないの？昨日ありました。あ、じゃあもう昨日も練習式なんだ。はい、はい。ラグビー好き？はい、です。はい、いいね、いいね、いい顔してるね。はい、早速投稿動画を見てみましょう。もう完璧じゃないですか、スタイルも。もう言うことないやん、もう。すごい。ほら、もうどうだっていう顔しましたよね。はい、どう、上手にできた？いや、難しかったけど。どこが？まあ、なんか何回か5回ぐらい練習して、初めのうちは全然落としたりしてたんですけど、5回ぐらいやったらできるようになりました。なんかできたコツとかあった？なんかこの辺ちょっと変えたらうまくいったとか、なんかそういうなんか気づきあった？足の幅とか、ボールをキャッチするタイミングとか変えたりしてやったらうまくいきました。それ自分で考えたの？はい。わあ、すごい。これですよ。これが一番ですよ。だからやっぱりね、
自分で考えて自分で答えを出してできたから最後ね、取り終わった後何とも言えないドヤ顔してたもんな。でもすごく大事だよ。自分で考えてね、できることだってすごくこう大事だから。でも嬉しいでしょ、できたら。できなかったことができたら。ね。だからね、これね、できないっていうのは、できることのチャレンジできる幅だからね。それは自分が成長できる幅なんで、そこの幅の中で自分で考えて、あれだけしっかりできたっていうのはすごい大事なことなんで。はい。ね、これからもあの笑顔いっぱい見せてください。はい。じゃあ今日、ね、こうやって画面を通じて教えてもらってどうでしたか？嬉しかった。嬉しかったこともあるし、学んだこともちょっとあります。はい。あと、大畑さんに、うん、質問してもいいですか？いいよ。ラグビーのことなんですけど、うん、自分のポジションは、うん、ウィングで、大畑さんの選手の時にウィングを捨てたっていうことを知って、うん、ウィングでどんな練習をしてたり、うん、どんな気持ちで練習してましたか？ウィングってさ、最後ボール回ってくるポジションでしょ？はい。で、ラグビーってさ、ボールをさ、後ろに繋いでいって、でも、この隣の人にボールを渡そうっていうのは、友達だから、仲良しだからじゃないやん。この人だったらどうにかしてくれるかな、この人やったらなんかいいプレーしてくれるんじゃないかなっていう、なんか気持ちが繋がってるじゃない。隣の人にボール渡してもこいつダメじゃんと思ったらプレー、ボール回ってこなかったりするでしょ。でもウイングって端っこの方でダダボーっと回っててもボール回ってこない中で、やっぱりね、みんなが体をぶつけてボールを確保してくれて、そして最後に回ってくるボールを自分が最後の仕事をするっていうことで言うと、みんなの信頼を勝ち得なきゃいけないのよね。だからその一つ一つのプレーに対してみんなから回ってきたっていう自信を持ってプレーしてください。そしてね、大畑さんはいつも思ってたのが、常にね、自分の中で今自分ができることは何かっていうことを考えてプレーしてました。だからウイングだったらトライすることにならば、最後までね、トライを取り切るんだっていうすごく自信を持ってプレーするとか、ね、そういうような練習からね、普段の練習から自分はボールを持ったらトライをする。トライをするためには何ができるのかっていうことをね、練習の練習をするんじゃなくて、試合ならばどういったプレーをするのかっていうことをイメージしながらいっぱい練習してください。じゃあ、トライがいっぱい取れる選手になります。トライいっぱい取れたら、チームからいっぱい信頼されるんで、で、またいっぱいボール回ってくるんで、そういうことがぐるぐる回ってくるんで。はい、頑張ってくださいね。ありがとうございました。宇田泰二郎さん、ありがとうございました。はい、いや、本格的な、ね。はい、いや、もうすごいですね。自分の中でどうしたいのか、どうなりたいのかってイメージができてるんで ね、いいですね。さあ、続いてのお友達です。清水宗志さんです。こんにちは。はい。課題に挑戦してくれた、まずは動画を見てみましょう。お、結構使い込んでるね。清水宗志です。すごい、お、いいね、いいね、いいね。はい、めっちゃうまいじゃないですか。ね、もうだから、初めの段階で、ちょっと歩幅を調整したりとかね。そういうことをしてるっていうのはやっぱすごいですよね。だよね。ちょっと狭かったから広くしたりとかね。そういうのも自分の中で考えてできてるっていうことやんな。はい。もう簡単だった？うん。ちょっと難しかったです。どの辺がちょっと難しかったりしてた？なんか。リズムよくできなかったりとか、うん、したんで難しかった。やっぱりこうリズムとかテンポとかうまくいってる時ってすごくスムーズにできるよね。はい。で、そういうところですよね。だ、それをちゃんとできるようにボールの位置をどこに置くのかっていうことをちゃんと考えてやってたんで、で、あとね、手の交差の仕方とか、すごくやっぱり上手にできてたんで、ね、自信も出てきたよね。はい。完璧ですよ。はい。どうですか、今日アドバイスをもらって。学んだこともあったし、これからなんかラグビーをやっていく上でなんか
つなげていきたいって思いました。今ラグビーやってるの？はい。どれぐらいやってるの？何年生からやってるの？6年生から始めた。あ、じゃあもう最近始めたんだ。はい。最近初めて案内できるの？なんかもともとサッカーやってて、おんおん、で、サッカーでな、あの、サッカーボールで、うん、あの、やってたから、ちょっと慣れてた。へぇー。いやー、これからがね。すごいですね。今までまたラグビー始めて間もなくて、あんだけこのね、はい、今までだってサッカーって足じゃないですか、うん。で、こうやって手でこうやって扱えるってすごく優秀なんで、はい、これからもいっぱい練習して頑張ってください。はい、頑張ってください。はい、清水さん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんの課題を見てきました。はい、この課題は大畑さんが考案されて、はい、先ほどのお手本動画というのは、ね、はい、日本代表の三宅さんがやっています。あの、パナソニックでプレーしていて、日本代表で僕も一緒にプレーした選手ですね。はい。さあ、この課題をずっと、あの、上手にできるようになっても、はい、たまにというか毎日のようにやることが、そうですね。もう僕たちのレベルでもやったりしますし、はい、やっぱりそれはね、ずっとやっぱ続けることが大事なんで、だからね、できた、終わったとかじゃなくて、勉強もそうだじゃないですか。はい、できたことの積み重ねが一つ一つつながっていくので、だからこうやってね、一人でできる。ラグビーってやっぱりどうしてもこう、ね、周りの友達とやらなきゃいけなかったりとか、人がいなかったらできないってこと結構あるんですけど、こうやって一人でできることをね、継続するってことはすごく大事なんで、じゃあそういうことをね、またこれからできることを増やしていってもらえばいいなと思いますね。はい。ではここからはですね、大畑さんに参加者から寄せられた質問に答えていただきたいと思います。私の方でいただいた質問を代わりに読ませていただきます。はい、最近タグラグビーを学びに教室に行き始めました。ボールが取れません。ボールをどうやったら取れるようになりますか？練習方法を教えてください。どうしてもね、このゲームの中でボールを取ろうとしちゃうと、初めてやっぱりね、走りながらとか、何々しながらボールを取るって結構難しいんですよね。で、できないから、できない状況の中でできないことをやろうとやりすぎちゃうんで失敗して、あ、どうしよう、できないなって思っちゃうことが多いですね。じゃなくて、初めは、じゃあ、人がいる中でボールが取れないならば、まずは自分一人でボールを取れる練習をする。だから、できないことの中で無理してやるんじゃなくて、できることを少しずつ増やしてたりの。だから、まずはボールを持って走る練習をする。今度は、ボールをパスしてもらって、ボールを持つ。そして、今度は次は、ボールを持った時に相手がいるとかって、こう、一つ一つ段階を経ていくことによって、自分の中でできることが、すごく、増えていくっていうのが大事なんで、だからそういったできないっていうことじゃなくて、できることを増やしていくっていうことはすごく大事ですね。はい。だからもう本当に簡単に簡単なところからやっててもらえばいいですね。はい。ありがとうございます。さあ、続いての質問に参ります。大畑さんはラグビーをしていて一番良かったことと、うん、一番辛かったことは何ですか？なんすかね。一番辛かったことってあんまないですね。まあ子供の時 C って言ったら、多分みんなの世代の時ってあったら、今はね、普通にこう、ハードディスクとか、いろんなものが撮れる環境だけど、大畑さんが子供の頃ってあんまりビデオとかがなかったんですよね。で、僕は毎週日曜日、ラグビースクールずっと行ってたんですけど、ちょっと離れたところに行ってたんですよ。だから、日曜日の朝とかにやってるアニメとかが見れなかったんですよね。だから、日曜日の朝やってるアニメが見れないと、月曜日学校行った時に友達との共通の話題がないと。そういう時は、ちょっとラグビーしてて寂しかったなってなりました。まさかの一番辛かった。もうそれぐらいですね。もう練習とかなんとかっていうのはもう自分の中でそんなには感じなかったんで。あと嬉しかったことって何かな？嬉しかったのはこういったところでこうやって皆さんと話できるのは、ラグビーしてたからことだと思うし。で、ラグビーって不思議なんですよ。なんかね、こう、ラグビーのユニフォームこうね、今あそこで着てる子たちも横なんですけど、ボール横に繋いでいくじゃないですか。こうね、不思議と、ラグビーしてた時って、みんなとすごい友達になれるんですよ。で、僕、ラグビーしてる前は、あまりこう、人とうまく接することができない子供で、学校行ってもあんま友達がいなかったんですよ。けど、ラグビーして、グラウンド行って、ただ足が速かっただけで認めてもらえた。っていうのは、ラグビーっていろんなポジションあるじゃないですか。だから自分の居場所が見つけれるのがラグビーなんですよ。だから、自分の居場所が見つかったなっていうのが一番の嬉しかったことですね。仲間同士のこう絆みたいなのを本当に感じる。そうなんですよ。だから大きな人もいればちっちゃな人もいるし、力強い人もいれば足が速い人。いろんなそのね、キャラクターがそのチームの中で、このチームのために何をするのかっていうのを共通のね、目標が見つかった時に一つのチームになるじゃないですか。
一つのチームになった時にみんなお互いが認め合えるっていう、これが多分僕はラグビーの良さなので、まあ、そういったところがラグビーしてよかったなと思いますね。はい、ありがとうございます。さあ最後の質問です。昨年のワールドカップでの日本の健闘には大変感動しました、うん、はい、今年はコロナ禍でラグビーの話題が全く聞こえてきません。世界の各チームも試合ができていない点では同じなのでしょうが、この苦難を乗り越えてさらに日本のラグビーがレベルアップするためにはどうすればいいでしょうか。これ子供の質問ちゃうでしょこれ明らかになんかどっかの人あの大人が仕込んだやつでしょ。俺は子供の質問しか答えないじゃあこの未来に活躍するために。そうですよ。だから日本のラグビーが発展するっていうのはやっぱりね、何でもそうです、いきなりねガーンって積み上がることはないんですよ。でいきなり積み上がったものっていうのは簡単に崩れます。でやっぱ足元なんですよね。だからこうやってね、こう今日来てくれているこの動画で出てきている子どもたちが一生懸命一生懸命ラグビー頑張ってくれたら裾野が広がるじゃないですか、うん、裾野が広がっていくとどん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 やっぱりね縦の位置も大きくなっていくんで、だから短期的に何かっていうことじゃなくてね、長期的にやっぱりこうね一つのものをちゃんと作り上げていこうっていうような、ラグビー界自体もそうだと思うけど、そういうものをしっかりね一つ一つ積み上げていくことができれば間違いなく強くなっていきますし、今日やったねそのボールをつなぐ、ボールを使うっていう遊びもそうですよね。やっぱ日々の積み重ねでしっかりとしたベースができてこそ初めて上積みのものがしっかりしたものになっていくっていうこともあるんで、だこれからもねラグビーワールドカップってすごく盛り上がってみんながこうやって注目してくれたっていう中で、選手一人一人が自分がラグビー界を背負うんだ、自分が日本のラグビーを背負って世界戦っていくんだっていう人が一人でも多く増えていけば、間違いなく日本のラグビーは強くなっていくと思うので、今コロナ禍ですごく難しい状況かもしれないけど、そこの中でね自分が今できることをしっかりやっていくとかすごく大事なんで、まあ、そういった意味でもね、ぜひみんなが期待して頑張ってもらえれば日本のラグビーは発展すると思うんで、ここに映っている子どもたちに期待したいなと思いますね。はい、期待したいですし応援もしていきたいと思います、はい、さあそろそろ時間となってしまいましたので、最後に、はい、今日皆さん参加してくださった子たちに一言メッセージをお願いします、はい、本当にね今日こうやって来てくれてまたこう動画見せてもらったんですけど、すごくねこのたった短いこの期間の中の短い動画の中ですごく自分で考えて問題を自分で出して、そしてその答えも自分で出してるっていうことがすごくできてる子たちなんで、これからもそういう作業を続けてほしいなと思いますね。どうしてもこうできないこととかって簡単に聞いてしまったりすることがあると思うけど、そうじゃなくってやっぱり自分が考えてできたっていう喜びってすごく大きいと思うんですよ。だからその喜びを周りと比べてどうじゃなくて自分の中でできたケースを増やしていってもらうってことがすごく大事なんで、これからもね本当にそういったできた喜びっていうことをずっとね膨らませてて頑張ってほしいなと思いますね。はい、ありがとうございます。さあ今日コーチをしてくださった大畑大輔さんに皆さんで声を合わせてありがとうございましたのお礼を言いましょう。せーの、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、チャレンジ体験教室ラグビーコースを終了します。皆さんどうもありがとうございました。大畑さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。